はい、こんな形で入力が可能です。 20W なんですよ。でプラグも畳めないで、こちらは 45W でプラグも畳めてもう大きさ変わんないですよね。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、 iPad をまあより便利に使うための準備をしようという内容をお届けしたいと思います。まあ僕もですね、また最近 12.9 インチの iPad Pro を買ってちょっと気分が上がってるんですが、皆さんもですね、 iPad を購入したら、もしくは気分一新使いたい時にはですね、いろいろなサプライ品とか周辺機器を揃えるとなかなかですね重宝するようになりますよということで、僕が iPad を買ったらどのようなものを揃えてどうやって使ってるかという、まあ、最初の動画を紹介したいと思います。もちろん 12.9 インチの Pro 以外でも全然第8世代とか Air 4でも OK です。ご覧ください。はい、僕はですね、最近 12.9 インチの iPad Pro を買いました。で、快適に使えるために準備したんですね。で、どんな準備をしたのか皆さんにもお伝えしようと思って今回ちょっと動画にしてみました。で、もちろんこれ 12.9 インチ以外の iPad でも同じように準備ができるかなというふうに思います。で、今回はですね、ちょっと僕なるべくコストをかけないで準備しました。というのも、実はですね、11インチモデルにマジックキーボードとかついてるんですね。で、今回はそれを使わずになるべく安上がりで快適に使える環境を整えたいなと思いました。ということで何を準備したか紹介していきます。ただ Apple Pencil はもともと持っていたのでこれを使ってますので、これもですね、実は以前の動画で安い Apple Pencil でも、Apple Pencil じゃないな、安い互換ペンでも結構使いやすいよっていうのは紹介しましたので、それはリンク貼っておきますので、まあ、よければご覧いただければなと思います。で、まず何をしたかというと、ペーパーライクフィルム貼ったんですよ。で、ペーパーライクフィルムは何がいいのってよく聞かれるんですが、まあこれ今画面に出てるですね、この製品を僕は使って、今回は使ったわけですけれども、実はですね、ぶっちゃけ書き味は本当の安物以外はそんなに変わらないと思ってます。まあ Amazon の評価で星が4個ぐらいついてれば、まあ大体書き味そんなに悪くないと思ってるんですが、僕の場合はとにかくですね、ペーパーライクフィルムって汚れてくんですよ。表面に指紋がついたりいろんなものがついて、それが取れなくなっていくので結構頻繁に貼り替えます。だからあんまり高くないものがいいなと。で、貼るの失敗することが多いんで、失敗した時に交換してくれるよっていう、こういうですね、ペーパーライクフィルムを購入して使ってます。で、皆さんもペーパーライクフィルムはやっぱりこまめに貼り替えた方が気持ちよく使えると思います。もしくはペーパーライクのガラスフィルムっていうのもあります。で、これ以前ですね、 Air 4 の動画で紹介しましたけども、それを貼れば綺麗に拭けますからそれでいいと思うんですが、本当いわゆる、樹脂製のペーパーライクフィルムは汚れて汚れが取れなくなりやすい上に、やっぱり表面も減ってくるので、ペン先が減らないようにフィルムが減るんですね。なんか見た目汚らしくなるんですよ。なのでそんなに高くないのを買ってこまめに貼り替えるのが正解かなというふうに思っています。はい、ちょっとですね、ビデオでは分かりづらいかもしれないんですが、ペーパーライクフィルム貼ったんですよ。で、僕フィルム貼るのが下手なのに結構うまく貼れました。まあ、だいぶ慣れてきたのと、最近のフィルムは結構貼りやすくなっているので、まあ、これぐらい失敗せずに丁寧に作業すれば貼れるかなと思います。まあ、コツはですね、やっぱりほこりの少ないですね、洗面所とかお風呂場で作業することなんですが、まあどちらにしろ僕は短期間で貼り替える派なので、まあ多少失敗してもそのまま使って表面が汚れてあり削れてきたら貼り替えちゃってます。ということで、さっき紹介したですね、まあ、このフィルムは価格の割にはうまく貼れましたし、失敗しても効果が効くというわけです。で、フィルムを貼るとですね、当然書き味が書きやすくなるというかですね、この文字を書いたりした時の止まりがいいんですよね。やっぱりツルツルじゃないので紙に近い感覚で書けます。これはもうもちろん非常におすすめです。はい、で続いてですね、ケースも用意しました。アップル純正のケースももちろんいいんですけれども、やっぱり高いので、今回はですね、このですね、1999円の ESR iPad Pro ケースっていうのかな、を選びました。で、これ何が良かったかっていうと、アップルペンシルをうまく保護したまま持ち運べる今つけてるケースそうなんですけど、後で紹介しますね、詳しくは。で、アップルペンシルをつけたまま持ち運べる、価格も手頃で、スタンドにもなるっていうところでこれを選んだわけです。もちろんもうちょっと値段を出せばいいものいっぱいありますけれども、この価格にしては僕はいいんじゃないかなというところで選びました。はい、で今回僕手に入れたケースがこれなんですけれども、まあ非常に価格重視で選んだんですが、やっぱりですね、前面をこうカバーしておくと非常に傷がつきづらく、下取りの時に有利ですよね。で、まあ普通なんですけれども、ケースとしては、はい、こうやってパチンと入れる形で留めます。まあこれで取り付け完了なんですが、最大の特徴がここなんですよ。ここで留めるんですが、ここにアップルペンシルをつけた状態でアップルペンシルごとこういうふうに、なんていうんですか、留めることができる。ここ磁石で止まってます。なのでこうやって持ち歩くことができますし、まあ家などに置いておくときもこの形で置いておきます。で、さらにで、こう見ていただくと分かるんですが、これいわゆるこの磁石を検知してオンオフしてくれるんですね、こういうふうに、はい、
温風してくれるので、まあ、開けば使えるという形になります。でさらに、まあ、こちらもですねこのように、まあ、スタンドとしても使えますし、僕はよく手書きしますのでこうやって低い形のスタンドとしても使えると。まあケースとしては2000円ぐらいですけれども、これで機能的には十分かなというふうに思ってます。でここがですね柔らかい素材なので画面の汚れを結構吸収してくれるんですね。まあもちろんこっちは汚れるんですけれども、そこもまあ嬉しいかなというふうに思ってます。まあ安いケースの中では僕はもちろん全部買って調べたわけではないんですが、僕なりの選択肢としては結構当たりだったかなというふうに思っています。はい、でキーボードもですね、これも以前に紹介しましたが、タッチパッドのついている Bluetooth 接続のキーボード、アイクリバーのやつを僕は用意して、使っています。でこちらはですね、3799円、なんですけれども、これ何がいいかっていうと、もちろんですね、タッチパッドついてるんで、iPad Pro、まあもちろん iPad 全部そうなんですが、マウス使えるようになってるんですよ。なので、このキーボードを使えばですね、パソコンな、ライクな操作性が得られると。で、値段も安いと。いうことでですね、もちろん予算がたくさんある方とか見た目気にされる方はマジックキーボードがいいと思うんですが、僕は今回 12.9 インチはこれで妥協しました。で11インチの方でマジックキーボードを使っているというわけですね。はい、で今度キーボードですね。でこちらがですねアイクリバーというメーカーのですねキーボードなんですけれども、 ICBK08 ですねという型番を愛用しています。iPad では愛用しています。でちょうど 12.9 と横幅がほぼ一緒ぐらいなんで、まあ、見た目的にもいいと思います。で、ペアリング3台までできるので、他にも Windows のパソコンなどともペアリングが可能で、この 1,2,3 のボタンで切り替えができます。で今ちょっとペアリングのやり方も紹介します。まあ簡単ですけれども、Bluetooth でペアリングしてあげて、で、こちらのですね、今ペアリングキーがありますから、FN とペアリングを押すと早く点滅しますので、そうするとここにキーボードが出てくるので、まあ、選ぶだけと。こういう形で、まあこれでちょっと待ってれば繋がります。はい。で、繋がったら、はい。わかりますこれ。マウスポインター動かせる。映ってるかな吉成さん。はい。で、まあ、こんな形でですね、マウスポインター動かせますから、例えばこれで、メモ帳を起動して、はい、こんな形で入力が可能です。ちょっとですね、はい。ちょっと若干キーちっちゃいので若干苦しいですが、やっぱりそもそもスクリーンキーボード表示しちゃうと画面隠れちゃいますよね。それ考えると画面が広く使えるのがいいですし、まあ、慣れればですね、まあほどほどの速度でタイピングできると思います。でもちろん家で使うならもっと大きいキーボードを使うともっと高速に入力できますし、マウスも外付け、タッチパッドも外付けを使えばいいわけです。でモバイルにはやっぱりこの小ささがいいですよね。このサイズでタッチパッドとキーボード使えるのいいですよねということで準備しました。はい、で今回はですね、実はちょっとこれご提供いただいたんですけれども、スタンドも用意しました。これモフトのスタンドなんですけれども、まあ iPad の背中にですね貼り付けて立てかけられると。でまあ iPad 立ててですね映画等々見られるわけですけれども、まあこういったですねケース込みのスタンドではできないいろいろな角度調整ができるので、そこが便利で、ちょっと僕も今便利に使っていますということで、こちらも紹介します。はい、ということでですね、このモフトのスタンドをですね今回から使ってみたいと思うんですが、ちょっと本体が大きいので、まあ、こういう感じで位置が、まあ、この辺にするかこの辺にするかだいぶ違ってきますよね。なんで僕はやや下気味この辺にしようかなと思ってます。ということでこの磁石をですね、これテープでつくようになってるんですね。テープっていうかこれ貼り剥がしが効くのかな、これちょっとベタっとしたやつでこれ貼り剥がし効きますね。はい、これで実は超丁寧にやらなくても、これが磁石でこのスタンドをここにペタッとつけるわけですよ。なので別に位置は多少こう動かせるんですよね、実際は。なのでまあまあ大体でいいんですけれども、でこれで iPad がこう立つようになります。で今これ磁石見えちゃってますけど、もっとこう上にすれば磁石見えなくなって角度も調整できますし、さらにこいつをですね、はい、こういう角度でもっと寝かすこともできますし、さらにここを曲げてこういう角度に、あ、はい、こうか、こういう角度にもできますし、それから横にもできますし、横もここを曲げてこうすることもできますし、ここもですね2段階でこういうこともできますし、ここもこういうこともできますし、ということで結構もうこれいろんな角度でこう固定できるので、
固定できるというか立たせることができるので、まあ、使い勝手が良好というわけですね。はい、まあ、僕はこれぐらいがいいかなと思って結構この角度で使っていますと。でもっと立たせたいこともあると思いますが、その時にはちょっとこれをですね位置変えてあげれば結構立ちます。はい、角度が変わります。でさらにいいのはこれを取っちゃえば、これ磁石でくっついてるだけですから、ここにですねこれをそのままケースと併用できちゃうわけですよ。厚みがそんなにないので。で普段はケースでこうやって使っていて、で必要な時だけこれをペットつけてあげればいいわけですね。でケースの上からだとちょっと動いちゃいますけど、このケースから外してこれをつければまあ利用できると。でまあ両方どっちでも好きなように使えるというのがまあ結構いいポイントかなと思ってます。でモフトのですねこのスタンドって別にこれ 12.9 じゃなくても11インチでも、まあ、iPad mini でも使えるので、まあこういうのを使う手も、特に映画を見たいとかいう時、あとはキーボードを使って何か入力したい時にはありかなと思います。で持ち歩くんだったらやっぱりこういう、まあ、ガードになるものを使った方がいいんですが、家の中でしか使わないよっていう方はこういう方が便利かなというふうに思います。はい、でさらにですね iPad Pro の 12.9 インチは約 40W ぐらいで充電できると言われてるんですよ。ただ標準でついてる充電器は 20W だったりします。まあ、機種によって 18W かなの充電器ついてるのもあるんですが、どちらにしろ市販の PD パワーデリバリー対応の充電器を使うと急速充電できるということで、今回はですねこれアンカーのナノ2 45W の充電器を用意しました。実際には Apple が発表してないので iPad の急速充電何 W か分かんないんですが、まあ 45W 充電器用意しておけば相当いけるだろうということで、かつ標準でついてくる充電器よりもちっちゃいぐらいなんですよね。ということでこれも iPad のために使っています。ということでまあひとまとめ、ぐるりとまとめてご紹介しましょう。はい、で今回用意したのがですねこれアンカーの最新モデルですね、ナノ2 45W タイプなんですが、これですね最初からついてくる Apple 純正の充電器、僕全然使ってないんでまだフィルムついてますけど、これ 20W なんですよ。でプラグも畳めない。でこちらは 45W でプラグも畳めてもう大きさ変わんないですよね。容積的にはほぼ引き分け、こっちの方がちょっとちっちゃいぐらいですね。でこのサイズでもちろん別に買わなきゃいけないんですけど、このサイズでプラグも畳めて、でしかも 45W なので急速充電ができるわけですよ。でこれをこう使って iPad に充電する準備を整えれば、まあ充電時間が相当短くなるだろうと。すいません、ちょっとベンチまでは取ってないんですが、まあこんな形で、充電をすると快適で、かつまあ大きさ感変わりませんが充電が早いで、かつ、まあ、プラグが畳めるなんていうメリットがあるわけです。でしかもこの充電器 45W ありますから、例えば ThinkPad とか MacBook Air とかにも急速充電ができると、まあ、ThinkPad 機種によりますけど急速充電ができるわけです。はい、でおまけ編です。でこちらはですねちょっとウェブページは紹介してないんですが、 Apple Pencil の話もしたいと思ってまして、でこれは純正の Apple Pencil ですね、2のタイプ、くっつくタイプですけれども、はい、でこれですね、まあ、市販のいわゆる Apple Pencil 互換ペンなんですが、ここで充電できるんですよ。ペットくっつけて充電、ワイヤレスの充電できないし、あとですね筆圧検知ができないんですね。はい、で筆圧検知ができないんですけれども、はい、これで使えるかな。はい、このようにまあ細い線で普通にかけます。で力入れても太さ変わりません。それがちょっと残念なんですが、まあ、傾きは検知してくれるんですけども、筆圧検知できませんが、まあ文字書くなら十分ですね。イラスト書くときにはちょっと物足りないかもしれませんが、まあ文字を書くならこれでもまあまあ使えるかなというふうに思います。で持ち歩きたいときはここに磁石がついてるんでくっつけて持ち歩けますが、この状態では充電をしてくれないので、ここのポートを利用して USB Type-C で充電する必要があります。 Apple Pencil がそうだな、もう1万円台半ば以上値段しますが、こちら3000、4000円ぐらいで買えるので、まあ予算が限られる方ないよりはあった方がいいと思います。思ったより使えちゃう。はい、以上 iPad を便利に使い始める動画をご紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。